から見ると出てるもんな。そのなんだリップの部分も出てますもんね。そうあだから余計こう、はい、純正だとこう丸く収まる感じですかね。そうですね。きっとそうですね。純正だと全体的にそうだよな。昨日もちょっと見たんですけど、はい、GS のノーマル あれか。ホイールだけ変わってる、はい、全然違うなと思ってたんですよね、はい、このインナーブラック加工で自分でしたんですか。インナーブラックはもうこれは元から最初からショップで、はい、でイカリングが片方切れちゃったの で、でこれを1回全部空割りしてイカリング打ち替えやってで、あとデイライトも部分的に消えちゃったんで、それも一緒に全部打ち替えやってありますね。年式って何年式なんですかこれ。年式が2000、あでもあ本当に初期のなんで、初期型だと2007年とかなんですか GS って。2008年とか色の塗り分けがいいんですよ。平成18年ですね。18年って言うと30後期の最終と同じだ。2006年、2006か。だから10年ぐらいは経ってもやっぱりライト類はね、はい、ありますよね、その消耗というか、はい。この塗り分けの色って何色なんですかこれ。なんか例えばどっかのメーカーの、これはメーカーとかじゃなくてショップで合わせで、はい、へえ、そうですね、合うような色でっていうことで、はい、いいですよね本当これ色が。この車高だともう車検は取んない感じですか。車検は、はい、取らないです。 8センチぐらいになってるんですか。何センチになってるんですか。地上高は、地上高が7ぐらいになっちゃうんだ。結構低いですもんね、はい、でもまあ走行できなくはないっていうぐらいの車高ですよね。そうですね、これぐらいだったらなんとかね、はい、うまくね、あのバンパーだけね、はい、あの気をつければって感じですかね、はい。本当はこのぐらいがね、いいなって思うんですけどね。自分の駐車場が、入り口がもうすげえ坂になってて、もうこれでも吸っちゃうんですよ。で、出る時とかも、で、幅がなくて斜めからも行けないっていう、もう限界なんですよね。もうあと1センチとかね、下げたいんだけど。450H。トップグレーですよね、はい、トップグレーですね、確かに。トップグレー430ってもあったんですよね。そうですね、こっちがでかいんか、エンジンのエンジンの430と、あと LS と同じ460が乗ってる GS もあります、ね、あ、この方で、はい、あるんですか、はい、結構いろいろエンジンが選べるんで。え、4.6 もあるんだ。4.6、4.3、3.5、3.5 ハイブリッド。うわすごいですね。結構いろいろ選べます。これハイブリッドだと燃費はどのぐらいなんですか。ハイブリッド、ちょっと今調子悪いんで、まあ、ハイブリッドがちゃんと機能してた時は12ぐらいは、はい、あ、ま、いいですね。街中走ってるのは、うわ、倍だ、セルシオの倍は走るんだ、はい、すげーな。で、今ハイブリッドが壊れてて、はい、で、リッター89は、はい、それでも、はい、結構いいな。そうですね。あ、そっか、排気量がやっぱ排気量は 3.5? 3.5 で、ですよね。でマフラー関係は全部純正なんで、その分は、はい、音はね、静かな、はい、風に乗りたいとご希望は。そうですね、一応、はい。あー、なるほど。ハイブリッドでマフラー変えると音ってどうなるんですか。はい、
出だしが静かなだけで、あとは V6 の音が、はい、エンジン稼働するとやっぱ普通にって感じなんですか。そうですね、出ます。じゃあ最初音しないでやるのね、マフラー変えたとしても。そうですね、出だしは不思議な感じですよね、はい。なるほどね、すげえまとまってるよな。なんか失礼します。10年前でも古くさ感じないですもんね。そうですね、あんま古くさくないの。やっぱ GS だからね、走りのモデルなんだね。張り出しがね、やっぱ、はい、LS とかってないですよね。 F スポーツとかっていうのはあったんですけど。ですね、 F スポーツとかになると結構張り出しできるんですけど、うん、でもまあね、適度な。あ、これって黒革とかの設定ってあったんですか。黒革はもう、はい、あるはあるんですか。はい、グレードで黒革と、あと白も。白革もあるんですか。はい、白革も難しいですよ、維持が。はい、なるほどね。幅とかってクラウンとかと比べて同じぐらいですか。クラウンと長さとか幅は大体同じぐらい。同じぐらいですか。ちょっと失礼します。座った感じそんな狭くないですもんね、はい、ちょっと失礼します。ドア、あ、ドアはでもセルシオと同じぐらいかな。ああ、うん、確かにクラウンと同じぐらいですね。そう、感じがですね。350はエンジンもクラウンと同じ系統の。ああ、そっかそっか、 V6 っすもんね。はい、内装も結構クラウンと近いような。もともとアリストがクラウンのね、はい、スポーツバージョンっていうような位置づけだったんですよ。もともとはなんか一応マジスタの、はい、時は一応アリストってシャシが同じでデザインが違うだけですもんね。マジスタのなんかスポーツバージョンみたいな位置づけだった。